たっぷり振りかけていくよ。どうもー、龍城兄さんだよー。じゃあ今日はね、良い子のみんなが大好きなお酒のおつまみを作っていこうと思います。龍二のバズレシピ。はい、じゃあ早速作っていくよ。ここで良い子のみんなのハイボール講座。2杯目を作るのが面倒くさくないように、なるだけ大きいジョッキを用意するよ。氷を丁寧に入れていくよ。ウイスキーそんなない。そしてみんなが大好きなユアーズの15年を用意してね。静かに注いでいくよ。炭酸水を用意してね。良い子のみんなはちゃんといただきますを言おうね。いただきます。とっても美味しくできたよ。それじゃあおつまみを作っていくよ。今日使うのは美味しそうなマッシュルームだよ。農家の人たちが愛情込めて作ってくれたマッシュルームだよ。この黒いところ切り落としていくよ。全部やっていこうね。一応言っておくけど、お酒は二十歳になってからだよ。これで炎上回避。ここはですね、もう、ポイしちゃうよ。まだ汚れがついているところを、こうやって、キッチンペーパーでね、汚れを取っていくよ。軽く拭うだけで大丈夫だからね。おい子のみんな、決して飲みすぎてはダメだよ。こんな感じで、スライスしていくよ。ここの、芯の部分をと、全部取っちゃう人もいるんだけど、ここね、美味しくて食べれるから、ぜひね、食べてね。今日はね、マッシュルームのカルパッチョだからね。いっぱい切れたね。ここに切ったマッシュルームをこうしていくよ。まあ、適当でいいんだよ。お皿変える。並べていきます。マッシュルームはね、みんな火を通すものだと思ってるけど、実は生でも美味しく食べれるんだよ。今日はおしゃれに岩塩を振っていくよ。こんな感じでね、たっぷり振りかけていくよ。みんな大好き粉チーズをパラパラと振っていくよ。結構ね、多めでも美味しいからね。できたよ、ワクワクさん。それじゃあできたので食べていくよ。いただきます。じゃあいただきます。うまいこれ。あ、やば、キャラがうますぎてキャラが保てませんでした。マッシュルームを薄切りにして調味料かけただけなんですこれね。マッシュルームって生で食べれるっていうのを知らない方多いんですよ。ぜひ食べてください。これ本当に美味しいです。良い子のみんなが大好きな白ワインを飲んでいくよ。マッシュルームはうまみの成分のグアニル酸っていうのがすごくいっぱい入ってる。マッシュルーム自体ねすごくうまみが入っているんだよ。そのままお塩とチーズだけで食べても本当にうまみが爆発して美味しい。切ることの喜び、これ切って持って調味料かけるだけです。オリーブオイルは、ね、たっぷりめの方がおすすめです。本当に美味しい。このオリーブオイルどこだと思います？これね、サイゼリアさんのなんですよ。めちゃめちゃ品質いいんです。僕昔イタリアン凝ってたんで、ものすごくオリーブオイルを100種類ぐらい試したんですけども、サイゼリアさんのオリーブオイルかなり品質いいです。サイゼリアの企業案件ではありません。みんなも作って僕と一緒に遊んでみよう。はい、ではですね、今回の料理美味しそうだなとかですね、やってみたいなとかですね、僕と一緒にこのつまみで飲んでみたいなと思っていただいた方は、うるさい、ぜひチャンネル登録をお願いします。